今日はとりあえず、実はこれ全然関係ないねん。うちが今日ブラスに腹筋を仕掛けて、うちがおっぱいを大きくしたらブラスはきつくのかどうかっていうのをやってみたいと思って。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。ダダーン。はい、じゃあ今日は何をやるかっていうと、今日はロシアルーレット、ポーン。おー、今回は心理学で確実にそのハズレを引かせる方法を検証したいと思って。ハズレがあんのやな、この中に。そう、この中にハズレがあって、でそれをこうハズレを絶対に引いてもらうっていう検証。取って食べて、ちゃんとこう並び替えてちゃんとして、1個だけハズレが入ってて、でそれを必ず引かせる。選ばせる。じゃあ俺は絶対に外れへんようにする。で、外れは何なん？何が入ってるの？外れはもう大量のわさびが入ってる。うわ、最悪やん。わさびとか嫌やねんけど。え、まずはこれ、とりあえずこれをやって。どこからこんなん用意してきたん？いちいち今日全部うちが用意してんねん。うちが用意してんねん、全部。めっちゃ気合入ってるやん、今日。やる気満々。どうしたほんま。そう、めっちゃ楽しみやねん。何これ、めっちゃ怖いねん。だからとりあえずこういうのしてもらって、聞こえないように見えないようにして、うちが紹介していくから、流れを。あ、ごめん、何て言ってんのか聞こえない。なんで聞こえなかった、うん、流れを紹介していくから、とりあえずこれ全部合わせや。さっき目つけて。あー、あ、これはセブンプレイみたいな。やーじゃないわ。え、じゃあこれもうかけてんの？え、かけていいよ、かけて。聞こえるかな、聞こえへんかな、音楽の方。音楽スタティック、ハイピー。うん、びっくりした。ええ感じ。やばい、踊ってる。めっちゃ声もでかいねんけど、臭いな、なんかやばい、何やってんの？これなんかうちがどつかれそうやな、なんか怖いな。じゃあ今日はとりあえず、実はこれ全然関係ないねん。うちが今日ブラスに腹筋を仕掛けて、うちがおっぱいを大きくしたらブラスはきつくのかどうかっていうのをやってみたいと思って、ちょっとなんか靴下みたいなのかいろいろ集めて、ちょっと入れたいと思う。じゃあとりあえずこれ入れるかな。あ、ちょっとその何か見てんやな。じゃあレベル1。まあ、なんかそんなにでかすぎず、ちっちゃすぎずって感じ。え、外してんの？外しちゃう、もう外していいよ。あ、めっちゃすごい、超流れてるやん。あー、疲れた。なんかもうボワボワやないの、もうこれ。髪の毛が重いなってこと。じゃあとりあえずもういろいろ仕掛けてきたから、どれが気になる？え、どういうこと？どれがハズレかなってこと？まあ、どれがそうハズレかなっていう。でも今これ見てると、なんか2つ小さくて1つ大きいから。いや、それ関係ないと思うんだ。こっちかな、これがハズレかな。でもなんかこれも重みがある気がするし、これもなんか外れな気もするけど、これは外れかな、これ。うん、じゃあちょっとだけ目つぶって。はい、いくよ。なんだ。はい、じゃあこの中の1個を食べて。え、もう食べるの？もう食べる。今だって明らかにこれがなんか手前になっただけな気がするから。全然そこはもう進むようなんでも選んで構わへんね。じゃあこれ、あ、それ、うん、それをいっちゃうほんま、うん、ファイナルアンサー。だってこれハズレやと思うし、これもなんか怪しいから、うん、ただ単にこうブーブーってなってるから、やめた方がいいか。え、いや別にそれでいいよ。めっちゃ安そうやん。これ食べるの？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 じゃあ食べていただきましょう。てか味噌大丈夫かな？味噌とかいらんの？え、いいわ、だって。じゃあ、せーの。え、一気に爆？爆になるんだ。ちょっとずつじゃないの？はい。じゃあ行くで。せーの。あ、美味しい。あ、大丈夫な。大丈夫な。
ごめん。あれ？ちょっと精神的なあれが大変かったんじゃん。精神的な。もうそれか、もう自分が結構イカれてるからか。結構さっき曲もな、なんかファンキーな感じのがかかってたよ。他はさ、わさび入ってるけど、自分は全然こう、なんかかかってるみたいなじゃないの。いや、全然甘い、全然美味しい。甘い。うん。で、ちょっと待って、ちょっともう一回、テイク2しよう。テイク2。わかった。テイク2するから、なんかさ、コンビニもさ、変わってんのに、おっぱいない女がこんなに増えてんのに、おっぱいが、全然気づいてもらえない。しかも、ちなみすらないというね。こうもやってみたし、こうもやってみても全然あかんかった。だから、テイク2でいきましょう。もうちょっと大きくしてみましょう。もうこれじゃあかんかったね。めっちゃでかい。これで気づかんかった。相当な大きさになるんだよ。ついてるけど、もう即あの身についたものでパクって言ってほしい。ほんま、わかった。はい、じゃあどれを選びますか。え、これあ、どうぞ。あなにおいしい。おいしいの。おいしいの。ごめん。え、なんなんやろ。ちょっと待って、これはね、いや、おいしいの、ほんま。ってことはこれが入ってへんかったってことやろ、うん、これ入ってへんかったってことやから、じゃあ最後に最後にテイク3で。嘘やろ。もう外れやん、それ。テイク3でいかしてもらうから。それほんまに入ってへんかったん。入ってなかった。今普通に美味しい。入ってへんかった、普通に大丈夫。美味しい。めっちゃおもろいやん。はい。あ、じゃあテイク3でいきましょう。はい。じゃあこれが最後ね。これで当たらんかったら、これもあれ含めて精神的なやつではないよな。いや、これがこう並びを変えていくんだ。これも含めて、まあちょっとね、そこはね、まあでも秘密で。俺なんか自分ジーニアスかもわからん。なんかそういう危険を察知する能力、そう。まあまあまあ、テイク3。危険を察知してるけど。なんか大丈夫な気してきたから、いいで、テイク3やろう、じゃあ。はい、じゃあテイク3で、いきましょう。ちょっと待って、ほんまに気づかへんの？これって、だいぶさ、大きくなってんねんで。見てこれ。あの、もっこり具合よ。もっこり具合よ。ここで気づかへんってさ、ロシちゃんってどこ見てんのかな？全然、こう、ちょっとやってみたけど、最初さ、ちょっと怖くてこうやってたけど、全然目が、全然こっち向かい。どこ見てんだよ。もう一回ちょっと強烈にもうちょっと大きめにしてみる。なんだこれっていうような。それも気がつかへんかったら、相当おっぱいに興味ないってこと。じゃあ次は、もう、あからさまに、めちゃくちゃでっかいやつを入れてみようと思う。入るかわからへんけど、とりあえずこれだったら絶対バレるし。これが目に入らないってもう、ほんまに、相当多分。見てるところが違う。もう目見えてんのかな。じゃあこれどこや。全然違う大きさ。ぷよーん。これ入るかな。まず裏に入らなさそうな感じがするんだけど。
ってどれに入らない。いやもう普通にここに挟んだら多分全然大丈夫だと思うから。全然ぐらい。やばい、一気に H カップや。これ楽しいね、これさ。大きいおっぱい取ってる人。これでさ、気づかなかったら、もうやばい。ほら、もうこんなにもこってるから、多分横さ、ちょっと見なくても横目に絶対入る。前ちょっと目見るから、でも前から見てもだいぶさ、やばい。ちょっとこれやばいね。じゃあこれで、いきますよ。大丈夫よ。いらんの？もう。もういらへん。全然取れるから。じゃあ、取れるで。取るで。なんで？さっき何言ったの？なんか変なさ、なんか並び方になってるやん。さっきどれを取った？さっき？さっき取ったってこと？さっき取ったの食べたやん。さっきどれを、どこら辺を取ったの？真ん中ら辺。忘れたってこと？どれやった？どれやった？で、今さっき取ったのは、今さっき4つ並べたっけ？いや、3つ、うん、あのこう並んでたからこれのを取ったと思う。あ、じゃあはい、次はどこを攻めていきたいと思ってるの？次は真ん中を攻めていこうかなと思って。じゃあ、てかちょっと待って、おっぱい大きくない？なんだこれ、全然今気づかなかったわ。全然俺やっぱおっぱいやっぱ見てないわ。なんかやばすぎる。全然気づかんかったけど、ちなみにこれが私たちが撮影してる時の目線です。なんかこう見えてる、絶対見えてるよな。だからどこ見てんの？いや見てなかったんやわ。もう自分の方しか見てへんやろ絶対。いやもう自分が怖いわ。そうやな、最悪やん、めっちゃナルシスト。見てなかった。え、じゃあこれ入ってないってこと？いや入ってたけど、もうそういうのは抜きにして、ほんまはもうおっぱい気づいてもらおうっていうさ企画やったん？そうやで。全然知らないよ。全然知らない。どこ見てんねんっていうさ。全然。いや結構そんなさ、さっきこういうのが入ってたんやね。ほんまやな。あの黄色いの、これで気づかへんってどういうことなん？なあ、これで気づかんかったんやで、あんた。しかもなんなんこのおっぱいみたいな形のさ、風船、こんなんあんの？俺も入れたいねんけど。入れてみ。ほら、こんだけさ、こんだけさ、おっぱいじゃない、うちがこんだけ怒ってんのに、まだ気づかへんって。ごめん、全然見てなかった。俺もさ、てっきりさ、もう全然成功せんからなんかしようか。やめなさい、これこんなもんおっぱいって。いや、わからへんけど。